この選手はこんなギャップがあるよっていうなんかエピソードを何人か世代によりね、なるほどなるほど。おばんざーい、今日はなんとすごい人がゲストに来ております。もうサッカー今までいろんな人がやってきましたけど、もう一番の実力者です。紹介します。入らない、ドン、はいはいはい、どうも、ななみです。ななみひろしさんです。おばんざーい、おばんざーい、おばんざーい。どうも、ここアクリルバーありますからね。なんかお前普段お前声大きいから、うん、ちょうどいいぐらい。いやー今日ね、僕ね、奈良さん何話そうかなと思ってて、あの僕は一個テーマ持ってきましたよ、はい、テーマ持ってきました、はい、皆さん視聴者の方が盛り上がるかどうかわからないですけど、はい、そのサッカー選手って、うん、じゃああの選手って言えば、例えばバンだったら、はい、アケントリアですよね、ドロップサイですよねとか、俊介だったらやっぱフリーキックセットプレー、うんうんうん、まあ、あとはゲームメイク、サイドチェンジすごいですよねとか、うんうん、特徴がポンポン出てくるのに、はい、なんかそのメンタル的なものとか、あと私生活って、だいぶこうベールに包まれてる感じ。なるほど。まあ、あと、メンタルで言ったらその人の性格、性質、この選手はこんなギャップがあるよっていう、なんかエピソードを何人か、世代によりね、なるほど、なるほど、あると思う。これさっき本人と電話したんですけど、はい、本人に断ってはいないですけど、はい、まず第一発目、はい、中田英寿。これが、はい、英語なんですよ、皆さん。英語っすか。何があって、はい、例えば、うん、記者のさ、記者の斜塔、はい、あの斜めになってるやつね、あんな形、はい、あれよりもうちょっとこう太ってるんだけど、うん、こんな形のものが、うん、今僕が家族で来てる、うん、ホテル、うん、直接届いたんですよ。で、ヒデは俺が東京に来るタイミングなんか知らないのに、うん、12月25日に、うん、ホテルに届いたの、うん、で、まあ、バッと開けたら、はい、それが形が入ってて、はい、これなんだと思って、うん、で、こう、上が蓋だったから、はい、開けるのよ、はい、はいはいはい、開けたら、はい、パンケーキ、入ってて、はい、メリークリスマス、そんな男ですよ。ヒデさんが、中田ヒデか、ヒデさんとナナミさんって結構そういう会話というか、いやいや、飯とかも行くし。あ、そうですか。このコロナになる前、昨年とかは、まあ、ある家の 家飲みとかも一緒に行って、はいはいはい、なんかナナミさんとヒデさんがなんかそんなにこう、なんかこうわちゃわちゃやってる感、なんかあんまイメージないっすね。サッカー選手で多分俺が多分一番仲がいいし、うん、あいつを一番動かせると思う。他の人のことは多分あんまりこう、あ、ね、あ、そうっすか。へえ。でもしカズさんが、はい、ゴンちゃんが引退試合やるよって言ったら多分来ると思うよ、さすがに。あ、だけど同世代のやつがやるって言ってもあいつは動かない。ああ、うん、なるほど。それはその選手たちと絡みたくないんじゃなくて、うん、その選手たちのクオリティ、プレイヤーとしてのクオリティに、うん、もう今の中田は追いつかない。ああ、なるほど。っていう、つい、2ヶ月ぐらい前かな、一緒にサッカーやって、うん、まあ下手になってた。ヒデさんが。ああ、そうっすか。だけど、うん、楽しそうにやってる姿を見て、ああ、呼んでよかったなと思った。なるほど、なるほど、まあ、そういうギャップがね、彼にはあると。いや、俺とかもヒデさんが3つ上なんですけど、まあもうそんなに接点もなかったんで、うん、なんかでも、チャリティーマッチみたいなんで一緒に1回になった時に、うん、僕はもうそんな中田ヒデというものをちょっと知りたかったんで、うん、ちょっとご飯行きたいですって、うん、言ったの、言ったんですよ、うん、じゃあ、まあ、そのチャリティーマッチでお前がゴール決めたら連れてあげるよって言われて、ハードルがね、1個上がったわけね、はいはい、あ、じゃあ頑張ろうと思って、で結局その試合はゴール取れなかったんですけど、うん、なんか終わりに、お前どうすんのって言われたから、いや行きたいっすって言ったら、お、じゃあ何時にここ来いよって言って、でそっから何回かこうご飯に連れて行ってもらう。素晴らしい。そういうね、はい、ヒデに懐っこい後輩のサッカー選手はいないから、はい、うん、いや、そうっすよね。いや、だから僕もそのヒデさんってその、まあ、代表の時とかもそうっすけど、うん、もう一人でご飯食べてるとか、うん、もうそういうイメージじゃないですか、うん、でもそうじゃなくて、じゃあほんまにこう行ってみたらどうなんやろと思ったら、うん、まあ、すごいちょっと受け入れてくれたんで、懐入っちゃうと気さくな、いや、いい子だからね。いや、そうなんですよ、うん。登録者数が7000ぐらい、登録者数8000ぐらいです。8000、これまたね、近いな、一番近いな、これまたね、奈良美さんがね、またね、ようみんなのね、結構ね、事情を知ってんすよね、
俺はね、これも視聴者の方に一つ言いたい。俺 YouTube 見るようになったのと、あとテレビの操作をまともにできるようになったのが今年の4月ぐらい。コロナがね、すごい激しくなった第一波で自粛期間、それまではもう息子とか娘に全部やってもらったんだけど、さすがに自分でやった方がいいなと思って、やりだして、いろんな人にあげて、会った時にもうチクチク言ってやろうと思って。まあまあ楽しんで見てるねんな。結構もう登録者数も結構チェックしてるからな、はい、登録者数とあとどの人の視聴者どの人の時はこう視聴者数が多いからまあそれで言うとやっぱ岡野さん、まあ七海さんもそうですよね、もちろん、うん、で岡野さんやっぱ久保達さんこの辺なんかやっぱ何なんでしょうね。まあ久保達なんてさ、はい、何もわからないじゃん私生活私生活 ね私生活わからないですね。じゃあ久保達のギャップの話しましょうか。はい、はい、ギャップの話してください。久保達なんて、はい、もうサッカープレーヤー、まあ、オン・ザ・フィールドの時はほとんど無口、うん、サイレント、はい、な感じでプレーして、はい、手入った時だけ、まあ、普通の人が10喜ぶところを、はい、4ぐらい喜ぶみたいなタイプの選手じゃないですか、はい、あれがね、はい、あれこれ入ってまだやってないでしょこれ。いやちょっと飲みましたよ。あ飲んだその時一緒に飲みました。あれがねもういろんな伝説ある。どれから話せばいいのかな財布とか携帯とかなくしちゃうから、はい、携帯も安いガラケーを使ってて、はいはいまあ、使い方もまあ簡単だから、はいはい、財布なんかはもう奥さんが完全にもう、はい、なくしちゃうからね、はいはい、お金を使う使わないじゃなくて、はいはい、なくしちゃうから、はい、もうギリギリのキャッシュしか持たせないみたいな感じでいたら、まあ、ちょっとコンビニで買ったり、はい、ちょっと晩飯の前に払えるために食うわけでしょ、うんうん、そこで広島まで帰る電車賃がなくなって新大阪の時ずっと立つたまたま知り合いが来てで、すいません、新幹線代ないんで貸してもらうとかそんな JB がいますこれ、ちょっと待って久保田さんのギャップでなんかもうちょっとええ話してなんかいやだから、あいつはもうサイレントもめっちゃこうずっとこうブスッとしてるのかなってそうじゃないよなるほど。いや、これ出てもらった時もなんかまあ結構ビール飲んだんですよ、はい、で、僕はまあおばんざい屋やから初めて卵焼き作ったんですよ、はいはい、卵焼きほんじゃもううまいうまい言うて食ってもらってでも結局 その日はもうそれだけしか食わなくてそれ飲んだわまあ食わないわそうでしょまあ食わないでしょ。で帰りにホテルに送っていく時に、うん、ちょっと腹減ったどっか行こうどっか行こう言ったんですけどこれこのままどっか行ったらややこしくなと思ってマジでややこしい。タクシー止める時にタクシー止まるじゃん止まったらボンネット座っちゃうからそこじゃない、椅子そこじゃないからだからもうそのままホテルにもそれ突っ込みましたけどもう迷惑かけるな、これからなんか結構こう後輩からしても何なんですかね、七海さんってなんかこうちょっとこう怖いっていうかそのやっぱこうね、まあ言っても日本代表の10番ですしジュビロであれだけの N ボックスナナミボックスと言われる人じゃないですか。でもなんか結構気さくっすよね。いや気さくだと思うよ。だけど、ね、なんかみんながちょっとこうハードル上げちゃって、うん、話しかけづらいとか、うん、そんな全くないよ俺。全くないですよね。それ言ったら、はい、またちょっとギャップの話いくと北澤剛もう俺は大先輩ですよ。大先輩大先輩3つ4つ上くらいで、はい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 、でこの間もイベント一緒にさせてもらったんだけど、はいはいはい、北澤さんってピッチの中で、はいまあ、デビューした時が95年、はい、ベルディがめっちゃ強い、はい、めっちゃ怖かった、うんレフリーに文句言う姿とか、はい、俺は言われたことないけど、はいはいはい、ジュビロの選手に文句言う姿とか、はい、うわ怖えと思ってだけど代表で一緒になります、うん、あ北田さんよろしくお願いします、うん、って言ったらおいよろしく、うん、楽しくやろうぜみたいな、うんうんうん、ノリもすごいこうライトで、はいはいはい、あすごいこう入りやすい人だなと思って、でまあ後にもう本当半年ぐらい後に、まあ、俺すぐタメ口みたいになっちゃうから、うんうんうん、キーちゃんキーちゃんって呼ばれで、何があの人すごいなと思ったかっていうと、うん、タイに行った時に、はい、タイの代表と試合をして、うん、3-1かなんかで負けたのね、日本代表が、うん、で、スタンドにいる日本人のファンの方日本から来たかもしれないし、タイ在住のかもしれないか分かんないけど、うん、そこで、まあ、タイ代表なんかに負けたっていう、うん、多分印象があったんだろうね、その方は、うん、おい、ナナミ、うんまあ、10番脱いで岩田帰れって、うん、ストレートに、うん、何万人いればいいけど、うん何千人ぐらいしかいなかった、うん、平日の多分昼間だった、うん、だからバンバン聞こえてきた、うん、で俺も頭下げてしょぼーんと、うんうん、いわゆる国立みたいに旧国立みたいに階段降りて下に降りてるスタジオ、はいはいはい、階段降りてったから
タタタッて聞いちゃうなって、うん、今やったら通りてこい怖い怖いみたいなどんな気持ちやってると思ってんのかっこいいマジでそんなね後輩思いだなるほど素晴らしい先輩いや俺北沢さんで言うとなんか最初僕もそんなに接点なかったんで、うん、いやでも、まあ、昔から見てたあのきっちゃんやみたいな、はい、髪も未だに長いし、うん、しかも金髪やんとか思ってたんですけど、ね、でなんかそういうこうイベントがあった時になんかこうどんな感じでやってんだろうなと思って、うん、僕ももう選手辞めてこうイベントとか行き出して分かんないじゃないですかどういう風にやったらいいか、うん、ででもまあその北田さんとかどういう感じでやってんのかなって見たらやっぱ結構まあ手を抜いてるじゃないですけど、うん、まあふわっとやってふわっと終わってんのかなって思ったら、うん、向き合い方がもうすごいじゃないですか、うん、もうそのサッカーのまあ試合も本気やし、うん、裏でのロッカーというかそこでもサインしたりとか、うん、すごいこの真摯にいろんな人と話してるのを見て、うん、ギャップでしょ？いやギャップっすよいや本当にサッカー界のためになんかやってんねやなって見た時にやっぱ俺ももっとちゃんとせなって思いました確かにこの番の YouTube で画面を通して、はい、北沢さんちょっとメッセージをはいひーちゃんYouTube はどうなったんですかいやいややってるでしょもうやめたんですか YouTube やってるんですかいつも03で負けようが、ね、10で勝っててロスタイムで逆転されようがいつも拍手で迎え入れるああいうのこそプロスポーツを支える人たちかなと思うんですよね